とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー回っていきたいと思います。一周がだいたい20分ちょい。22、3分かな。で、クリアできるので、まあ、1時間に3回行けるかどうかっていうところです。ショートカットとか持ち込みがね、懐かしいな。あん時は楽だったのに。だいぶね、辛くなってきましたね。で、2日にわたって20周やっていきます。うん、1日10周ぐらいをちょっとめどにね、回っていきたいと思います。で、タワーの表示で、イベントの装備も、含まれますみたいに書いてあったんだよね。イベント装備が出るかもしれない。今ちょうど、ハロウィンイベントやってるので、その装備が出てくれれば、ちょっと嬉しいかな。うん、ということで今日明日に分けて10周ずつ頑張っていきます。それでは1周目、ベールが出てきたか。ベールじゃなくて、イベントのやつだったらね、嬉しかったけど、まあ、実際イベントが出るかってすらまだ分かんないんだよね。黄金が爆発1、旋風1、重力さん、あー、しょぼいな。やっぱり、黄金をだいぶ渋るようになってきたね。黄金が本当にね、出ないのよ。まあ、いりません。2周目、出ないな。黄金が、虚無1。で、こっちは、おー、虚無3。おー、なかなかじゃない？そうね、双剣はちょっと強く、あ、いや違う、あ、いや強いか、なんか強くなったんだよね。うん、攻撃速度が 10% 上がったとかなんとか、範囲が広くなったんだ。攻撃範囲が若干広くなったみたいね。いやでも使わないな。こっちは連鎖反応1か、良くないですね。まあ、一応これを取っときましょう。3周目いきます。3周目でーす。来ないなー、渋いなー。金属片が気になる。どう？黄金は、重力、あ、悪くないぞ。あ、まあまあまあ、重力がつけば、もう当たりなんだよ。このレイピアは。当たり。で、下は、そうね、スタンと、輝きがいいね。で、一番左が良くないので、一番左に、虚無を入れてあげればいいかな。うん、虚無入れてあげれば、そうね、最強のレイピアの完成です。簡単になったな。いや、でもね、俺が今日欲しいのはこれじゃないんですよ。次行きます。次は、反逆者。反逆者か。今回の、名前なんだったっけ、顔色の悪いやつ。あれと一緒だよね。黄金は、ソウルフォーカス1！ いらない。B ハイブは、ソウルフォーカス 1！ 同じかよ。で、虚無の呼び声。いや、もともと攻撃力が低いからね。使わないかな。次！まあ、物は悪くはないと思うんだけどね。黄金。2か。3欲しい。3欲しいところ。トルバは、2か。3欲しいところ。こっちは、まあ、元がいらないけども。3回、こっちは。いりません。そろそろなんか来てほしいけどね。黄金さえ良ければいいんだ。火炎フォーカスさん、これもよく出るよ。火炎フォーカス1、毒フォーカス、もうなんだ、フォーカス系しか出ないのかい。どういうことよ。もうちょっとですね、今日頑張りましょう。いやでもな、ダイナモ1か。ダイナモ1ですよ。ダメ。ソブレ。重力当たり。
あたりですね。これは最強装備が作れます。しかも下に、リフレッシュもついてる。うん。ということは、あと残りが、ダイナモ痛み、もしくはダイナモシナジーだね。まあまあ、もう持ってるからいいんだけど。はいはい。いや、楽な時代になったな。本当に。昔はもう何十周もしてね、出してたけどもね。いやー、いい時代になったもんだ。次行きましょう。はい。ウィザーか。どうだ。あー、ダメだ。最後の叫びはいらないよ。スペランカーはもちろんいりません。あ、でも3が出てくるようになったね。3が出てくるようになった。ちょっと欲しいぞ、不安定。不安定ちょっと欲しい。いやー、ビーストバースト1。いりません。クールダウンとかそういうのが良かったな。どうだ。あのね、イベント装備が出る気配が全くない。出るの本当に。旋風1やめろ。毒フォーカス1、重力まあまあいいとしよう。では今日はあと1回で終わろう。本日ラストですね。頑張ったな。長えな。前の20周が10周ですよ、本当に。きつい。まあまあ、もうね、安定してクリアはできるんだけど、時間がね、これ良くないな。フロストバイトは意外とね、ありかなと思うんですよね。遠距離ダメージが増えるので、ちょっと今後使えそうな気がするんだけども、最後の叫びはいらん。いらんよ。衝撃波1やん。はい、ではまた明日10周いきます。さあ本日も頑張りましょう。10周クリティカル1かいらない。シメグは虚無1。シメグ自体がねちょっと弱くなったんだよね。攻撃速度が下がったんだよな確か。いりませんね。こっちもいらない。今日はね、なんとかイベント装備が出てきてくれれば嬉しいけど、出ないね。はい。使わないかな。でもまあ、黄金見てみよう。リフレッシュ1。重力1。まあまあまあいいでしょう。パワー1。今日もなんか良くない気がする。ほい。あー、刀旋風1か。ダメです。槍、あー、重力が下ついてる。いや、下がいいんだ。下が良すぎる。これは黄金が良くないな。重力、リフレッシュ、虚無クリティカルついてるんで、これは黄金しょぼいぞ。衝撃波1しょぼすぎる。もう何なのこれ、旋風と衝撃波の数さ。もうやめてちょうだいよ。どうでしょうか。リフレッシュ2。毒フォーカス3か。こっちは重力1。よろしくない。どうだ。下はまあまあそこそこか。黄金次第だな。爆発いらない。スーパーチャージかオーバーチャージでしょうよ、この感じなら。こっちはどう。爆発同じかよ。こっちは爆発やめてよ。いやー、虚無1か。いや、ワールウィンドよりもね、呪いの斧の方が好きなんだよね。どうだ。イベント装備がほんと出ないな。いや、出るかも、ちょっと怪しくなってきたな。黄金は、無謀に、いらない。お!ありだよ。いや、ありだけど、もう、ソーブレードはほぼ完成形持ってるんだよね。下はね、よろしくないと思うんだけど、いや、でも、釣り竿連打使わなければ下、ありか。いやー、でもまあ、下をいくつか変えれば、理想的なやつができるやつですね。リフレッシュさんがね、黄金につくと嬉しいね。
うん、武器はそれは俺は大当たりだと思う。で、こっちは、あー、2か !2 かいや、やっぱね、3と2じゃね、回復量が結構違うんだよね。惜しいな。でも、タイタン、いらないかな。そうね、ソウル系がちょっと強くなったんだけども、いや、いいかな。こっちにしときましょう。どうだ？お、コンボ、いいね。黄金次第。コンボいいよ。ど、あー、いらない！いらない！爆発位置いらないよ。虚無位置の、あー、浮遊か。微妙！微妙すぎる！はい、ということで、残り3回。頑張ろう。ラスト3回。良くないな、物が良くない。クリティカル1。あー、クリス3。使えるかな？どうだろう。クリティカル3でしょう。で、そうね。マルチショットと、いやー、良くない気はするんだよな。良くないよね。マルチショット、虚無。いやー、追い打ちかな。いや、使わない。使わない。うん。いやー、良くない。では、あと2回。ラスト2回。あ、なんか、ソーブレードやたら見る気がするな。まあ、トリックもいりません。ソーブレはリフレッシュ2。この前、じゃさっき、3ゲットしたよ。いやー、いらないな。よくない。ではあと1回ラスト頑張ります。最後です。ようやくです。よくない。刀も、あー、刀はね、そうね、やっぱ達人がお得なんだよね。いや、あえてクリティカルはもともとつけない方が強いか。いや、もうそこもわからないところだけどね。まあでも、爆発は違うでしょ。違うと思う。で、こっち。下がそこそこ揃ってるので、黄金これ怪しいぞ。どう？クリ1か。3だったらね、まあまあまあ、使えたね。3だったらよかったよ。うん。いやー、厳しいです。はい。ということで、10周の20周、行きました。イベント装備が出てきてくれれば、もうそれだけで採用かなと思ったんだけど、イベント装備、出ません。まあ、出るっては書いてあるんですけどね。まあ、そんなに高確率ではないんでしょう。はい。まあまあ、イベント中まだまだ回れますので、1日10周ぐらいをめどにやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。